はい、こんにちは、松崎です。精神科診断戦略の松崎です。今日はですね、防火壁パイロマニアについてお話しいたします。防火壁、放火症とは DSM で言いますが、パイロマニアというもの、どういったものかっていうと、 DSM の診断基準では、放火を繰り返す、放火前に緊張感や興奮を味わっている、火災やそれに関係するもの、状況に引きつけられ好奇心を持つパイロマニアの人、しばしば消防団に入団してたりすると言いますし、消火器関連に興味を持ってたりするとも言います。放火や火事の目撃、その騒ぎに参加することに快感、満足感、解放感を抱いている、そんなものです。他にも大切なこと、金銭目的の放火は違います。何かイデオロジーがあっての放火も違います。犯罪行為を隠蔽するために放火する人もいますが、それも違います。怒りや報復による放火も違います。そういったものではないっていうのがポイント。あとは素行症、装備エピソード、反社会性パーソナリティ障害によるものでもないってこと。パイロマニア、何がポイントかっていうと、火に見せられ興奮するっていうのがポイントです。もう火を見たくてしょうがねえんだよみたいな状況になると。そして放火前には興奮、緊張がある、もう火をつけたい、火をつけたい、火をつけたい。そして放火後に、まあ、興奮を味わった後に解放感を得る、ああ終わったという感覚、このメリハリが刺激をもたらすと考えられます。そして18歳ぐらいで発症し、徐々に放火の頻度が増し、徐々に放火がエスカレートしていく、まあ、小さな火から始まり、徐々に物を燃やし、大きな放火につながりうるというもの。 80% 近くが男性と言います。なんか今イメージには合いますよね。放火を繰り返す人みんながパイロマニアっていうわけじゃないです。金銭目的だったり、犯罪を隠すためだったり、なんか別の快楽的なものだったり、そんな中に火に対して興奮を覚える放火壁パイロマニアが含まれているといい、連続放火の中でも放火壁は稀とされているので、連続放火と聞いてすぐ放火壁にパイロマニアに飛びつくのはやめましょう。さあ治療といったらどうなのか。これ精神科の病院でみんな治療されてるかといったら、そんなことは非常に稀です。というか私自身もどう治していいかよく知らないです。読んでみると、 SSRI 抗うつ薬がいいんじゃないかだとか、抗転換薬、気分安定薬としても使われているものもありますよね。あとは否定傾向精神病薬、統合失調症でよく使われるやつ、あとは炭酸リチウム、双極性障害で使われるもの、あと抗アンドロゲン薬、あとは認知行動療法なんていうのが有効かもと言われてます。というわけで、放火壁パイロマニアについてお話しいたしました。ご清聴ありがとうございました。精神診療プラチナマニュアル、精神科の臨床を具体的かつ分かりやすく解説しました。ぜひご活用ください。パイロマニア、何がポイントかっていうと、火に見せ、